近代ユニバーシティ学びズム矢沢と近代生の You は何しに近代へ、イエーイ。どうもよろしくお願いします。学びズムの矢沢です。勉強法 YouTuber をやっております。そして法律学、失礼しました、法学部新4回生寺本咲です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。はい、経済学部新2回生柴村優吾です。よろしくお願いします。優吾、よろしくお願いします。お願いします。経済学部新3回生井村優衣です。よろしくお願いします。優衣ちゃん、よろしくお願いします。本日ですね、僕は勉強法 YouTuber で、いつも勉強法のことをですね YouTube で公開させてもらってるんですけど、近大の卒業生ではないので、近大生の3人にですね、いろいろ根掘り葉掘り近大のことを聞かせていただければと思います。でですね、Twitter と YouTube の、コメント欄で、質問、近大生質問、ここ書いてますね、近大生質問っていう風なハッシュタグをつけて、投稿してもらえれば、それをスタッフの方が取っていただいて、僕らまた後半で、質問に答えていきたいと思いますので、どしどし応募お待ちしております。よろしくお願いします。お願いします。お願いします。ではですね、大まかな流れとしては、この フリップにも書かせていただいてるんですけど、学部でどんなこと学んでるのとか、近代生で楽しいと思うことは、受験でこれやってよかったね。多分、高校3年生とかが、視聴者の方多いと思いますから、これやっててよかったなとか、将来の、夢は何とか、いろいろ聞いていきたいなというふうに思います。よろしくお願いします。はい。じゃあまずですね、学部でどんなことを学んでるのっていうことですけど、今日来られてる3人はですね、法学部、経済学部、経済学部ということで、今回は、法と経済のことについて、もう1から10まで教えていただけるということでね。大丈夫ですか？そんな全部知らない。知らない。広すぎて。近代広すぎて知らない。じゃあ、もう1でも2でもいいですから、視聴者の方に近代の良さをですね、伝えていけるように、聞いていきたいなと思うんですが、はい、まず、じゃあ、ちょっと、さきちゃん聞きましょうか。はい、法学部で、なんとですね、彼女は、ちょっと受験のこと聞いていいですか？受験が、ちょっと珍しい形なんで、はい、受験のこと聞いていいですか？はい、お願いします。私は、はい、前期試験の A 日程、B 日程、C、もうセンター利用も全部利用して、はい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 、全部合格しました。すげえな。でも、A 日程で合格が出てるってことは、B 日程とか C 日程とか受ける必要ありますか？実は、特待制度がありまして、はいはい、で、特待生で入りたいなって思っていたんですけど、はい、A 日程では、残念ながら取ることができず、はい、でそれで合格したけどね、特待生ではなかったということですね。ですので、もう、諦めずに B 日程も受けて、で、結果、特待生として入ることができました。すごいですね。ちなみにですよ、ちなみにです、今、3回、新4回生ですね。で、その、近畿大学 の, その特待の制度って、その入学時の成績によって決まりますよね、はい、でそれが1年だけなんですよね。そうですね、1年だけなんですけど、はい、大学でめちゃめちゃちゃんと単位を取りめちゃめちゃちゃんと勉強すれば、はい、2回生も3回生も4回生も特待になるというね、はい、ところで 1,2,3 回生全て特待であると。はい、平均、私の 法学部では平均80点以上っていう、はい、条件がありまして、はい、その条件を学年ごとにクリアしていったら、はい、最終的に全額免除が、はい、すごいっすね。ごめんなさい、これもう本当に本当に失礼な話になるかもしれないですけど、こんな真面目な近代生に会ったの初めてです。あ、言っちゃった。ね、もっともっともっと楽しいね。もっとわーみたいな、もっとわーみたいなイメージかと思ったけど、今日はだから勉強のことはさきちゃんに聞いていきたいなというふうに思いますよ。はい、よろしくお願いします。じゃあ、ちなみに法学部ではどんなことを学んでるんですか？そうですね、やっぱり法学部なんで、はい、最初言い間違えた、法律をもちろん、はい、法律がもちろんメインで、はいはいはい、憲法とか、はい、刑法、民法、はい、とかっていう、ちょっと固いお話ばっかりなんですけど、うんうんうん、でもそれ以外にも国際系の法律とかも、はい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 、学んだりもできます。はい、で、私たちというか近代の法学部には、はい、なんと、留学制度がありまして。これ珍しいですね。はい、普通国際とか外国語とかしかないような大学が多いですけど、うん、近畿大学は法学部でも。
留学制度があって、はい、それを、はい、英語副専攻制度、英語副専攻っていう制度なんですけど、はい、それを利用して、留学に行くことができます。で単位とかも結構保証してもらえるんで安心して、はい、そうなんですよ。これ多分高校生あんま分かってない、その制度の素晴らしさが分かってない部分があると思うんですけど本来はその学校の、その近畿大学の費用と海外の大学の費用と二重で払わないといけないのが普通なんですよね。でもそれがちゃんと提携されていて、はい、その近畿大学に学費を支払っていれば海外の大学も無料で行けて、そこの単位取得も近畿大学の分で補えるという、そういうことです。めちゃくちゃありがたい制度なんです、はい、これ素晴らしい、もう素晴らしい素晴らしい大学、素晴らしい大学今日一の拍手、はい、ということで素晴らしい、留学制度。いきなりどこ行かれたんですか？私はカナダに。カナダにどれぐらいの期間？行きました。3、4ヶ月ですかね、はい、いいですね。珍しいです。僕も法学部だったんですけど、周りにその留学に行ったような子は、近畿大学とは別の大学ですけどね、いなかったんで、それは素晴らしいなというふうに思います。じゃあちょっとさきちゃん、いろいろまた後でも振りますけど、はい、次じゃあユーゴ行きましょうか。はい、お願いします。はい、ユーゴにはそうですね、近大生として、はい、どれにしようかな。受験のこと聞こっか。受験のこと聞くわ、はいはい、まず受験、ちょっと珍しいよね、受験のことが。そうですね、ちょっとそれちょっとご説明してあげてください。いいですか、はい、僕次新2回生なんですけど、隣のさきちゃんと同い年なんですよ。だからまあ2年遅れて入ったんですけど、まあ、その理由が高校を中退しまして、はい、お恥ずかしながらはいはいはい、はい、フリーターをしておりまして、はいはいはい、ではなんかこのままじゃあかんなって感じで、はい、就職か大学か、でも中卒なんですよ、はい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 、大学行くかってなって、はい、今ここにいます。めっちゃ飛ばしたな。めっちゃ中盤飛ばしたな。めっちゃ中盤飛ばしたな。でも珍しいですね。言ったら何が言えるかというと、まあそれで例えば大学に通いにくいとか、はいはい、学年がさ、今新2回生で、ね、年齢としては21です今。21で22の年になる。で22の年で言ったら本来大学4回生ですけど2回生であるというところで。それってね、多分視聴者の方にもいらっしゃると思うんですけど、例えば浪人をして、うんうん、学年が違うけど、はい、学年は一緒やけど年齢が違う、はい、という状況って結構大学のその校風でさ、そのちょっと居づらくなったりとか、する部分もあると思うんですけど、はい、近畿大学はどうですか、その辺。いや全く感じたことないですね。そうですか。本当こっちが気にするかどうかの問題なんで、はい、ちょっとアドバイスしてあげてください。そういう受験生がいたらどうやったら近畿大学で浪人生で入っても友達がたくさんできるか、うん、あまり偉そうにしないことそれはあまりも全くですね。それ年齢関係なく大事あ確かにそうです、まあ、絶対大事、ね、最初から上から行ったら、ね、誰でも仲良くなれないんで普通の人間関係からそれ大事ですね確かに。でもそれをまあ年齢が上だからって言って、はいはい、そういう風にしてしまうと、なかなか、ね、うん、学年、ね、年齢が違うと、まあ、うまくできないかなっていう感じですね。そうですね。逆に気にしなければ本当全く問題ないんで、はい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 、ちなみにそのサークルとか学校の活動とかで、はい、そのどんな活動をしてるんですか？近代オールスターズっていうサークルに所属してまして、はい、近代オールスターズってどんなことをする？オープンキャンパスでキャンパスツアーっていう、はい、まあその今回残念でしたね。そうですね、コロナでできなかったですけど今回もそれやる予定やったんですけど、たくさんの人をキャンパスに招いて、たくさんの人たちを、まあ、近代でこういうところでっていうのを言っていくっていう、はい、はいはいはい、そうですね。それ以外あるんですか？もうオープンキャンパス専門部隊ですか？まあそれ以外は遊んでます、はいはい、素晴らしいですね。でもやるときはやると、オープンキャンパスっていう大事なときはしっかり仕事するよと、はい、素晴らしいですね。でも普通のサークルは遊んでしかいないですから大体ね、大体そうです。たまに真面目になる、たまに真面目になる、それでいいですよ、十分です、はい、十分です、はい。じゃあですね、続いて、ゆいちゃんに聞いていきたいと思います、はい、お願いします。お願いします。ゆいちゃんは、近大生としてですね、はい、どんなことを、やっているのか、楽しんでいることはどんなことなのかっていうのをちょっと聞かせてもらってもいいですか？楽しいこと、はい、まあ、近大生の活動としてどんな生活をしてるかとか。私は、うん、サークルにも入ってないですし、はい、はい、それでちょっと人とはちょっと違うんですけど、はい、高校生の時に
近代ガールズに応募して、はい、高校生の時に、はい、高校生の合格受験、合格通知と一緒に入ってたパンフレットで、はい、その存在を知って、はい、とっても憧れを持って、はい、これやったら絶対学校楽しいと思って、はい、やって今めっちゃ楽しいです。そうなんや、はい、それめちゃめちゃ行動力すごいな。もうそう、まだ卒業してないのに。そうです。おうおう、最初はもうダメ元やったんですけど、はい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 、オーディションがあるあって、はい、それ上がっていくたびに絶対受かろうと思って、うん、負けず嫌いなんで、はいはいはい、ちょっとごめんなさいね、あの視聴者の方でそもそも近代ガールズって何って思ってる子もいると思うんで、近代ガールズって何かちょっと説明してもらっていいですか。近代ガールズは、はい、入学式でパフォーマンスするんですけれども、うん、はい、はい、それだけ、それだけ、それだけじゃないよね。まあ、そこもやるよ ね、 そうですね、そこもやるし、いろんなイベントで、いや、なんか、はい、その近代ガールズは入学 し、はい、してくる新入生のために向けてのパフォーマンスなんですよ。そ、それ専門舞台なんや、はい、へ、あのそれはプロデュースはあのツンクさんとかがやってるやつ。あ、そうですね、すごいですよね、はい、いや、すごいですね。そういうそこでの、まあ、普通の大学生やったら、サークル活動とか、うん、まあ、バイトとかっていうけども、そうじゃない、活動で、まあ、いろんな近畿大学を動かしていると、はい、いうことですね。ありがとうございます。それじゃあですね、続いて、今は、学部でどんなこと、まあ、学部でどんなこと学んでるのは今聞いたか、あ、じゃあ経済のこと聞いてないから経済のこと聞こう、はいはい、ユーゴに経済のこと聞こうか。経済のこと、経済のこと、経済学部でどんなこと学んでんの。まあ、学部の通り経済学を学ぶんですけど、経済学って言ってもまあピンとこないと思うんですけど、はい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 、ニュースがちょっと分かりやすくなります。受けとけば確かにな、もっとメリットあるやろもっとあるやろうが、ね、あのちなみにあの高校生からすると経済学部って文系学部だけど、うんうん、あの数学を受験で使ってないと卒業がきつい、単位取得が厳しいんじゃないかみたいなイメージありますけど、そこら辺ってどう思います？僕は受験で数学使ったんですけど、はい、なるほど、じゃあそれゆいちゃんに聞いていいですか。私も数学そうなん、そうなん、じゃあどう思います？数学使っちゃってるんだったらあれなんですけど、使ってない友達のことを見て受験でね、で その子がもう全然単位取得きついわみたいな状態になってますか。いや、そんなに差はないですね、うん、全く。もう授業でも高校の数学を学ぶ授業もあるんですよ、一応。そういうの取ってる子もいますし、うんうんうん、全然、まあ、受けなくても問題ないですね。なるほど、はい、じゃあ、数学を受験で使っていればちょっと多少は、はい、あのプラスにはなるけど、うん、それによってマイナスを被ることはないということですね、はい、なるほど。じゃあぜひ安心して受験していただければと思います。経済学部もですね、はい、それではですね、続いて、受験でこれやっててよかった、まあ、視聴者がですね、おそらく高校生が多いというところで、まあ、あの2時から僕 の、 あの勉強法の話もあるんですけども、はい、あのそれ以外に現役というか今の大学生がちょうどもう高校生だった時に、これやっててよかったなっていうのがあれば教えてください。じゃあまずは、さきちゃんいきましょうか。はい、はい、そうですね、受験生の時、受験生の時、まあ、うん、これやって、だって特待に受かってるわけですからね。その特待で受かる秘訣を絶対聞きたいですから、みんな。あの正直、はい、あんまりもう覚えてないおいおいおい、うん、覚えてないんですけど、うん、でもその中でも覚えてるやつといえばやっぱり過去問やるのは大事だったと思います。確かに、はい、いやこれね、僕も後でも言いますけど、あの、ね、近代行きたいって言ってるのに近代に資料請求してなくて過去問見てないって子がいるはずなんですよ。もうこれね、絶対ダメですよね。絶対ダメですよね。まずは過去問ですよね。過去問を見て近代生になるためにはこういう人が欲しいんだよっていう大学のね、意見が聞き取れる場所なんで、は
そうですね、ぜひあの資料請求を気になりにしてください。あの特設ページの一番下からボタン押したらできますから、すぐにしてください。はい、お願いします。はい、ごめんなさい、ちょっと取っちゃいました。あ、大丈夫です。大丈夫ですか。過去問以外のことあります。大丈夫ですか。はい、はい、じゃあ、続いてユーゴにその受験生のこと、はい、受験時代のことを聞きましょうか。僕は、はい、あの矢沢さんも動画で紹介されてたんですけど、はいはい、百式英単語って、はい、まあ、単語帳なんですけど、はい、英単語帳、はい、それはほんまにやっててよかったなと。なるほど、ね、ちなみにその百式英単語がおすすめの英単語帳ということですけど、はい、百式英単語のどこが具体的に良かったか覚えてる？まず、はい、開いてすぐ単語じゃなくて、うん、なんか使い方が載ってるんですよ、ね、うん、1日目から7日目まで1週間どういう、なんて言うんでしょう、うん、スケジュールでこの単語帳やっていきましょうみたいなのが載ってて、はい、うん、まずそれがその僕はやっぱり受験急に始めたんで、はい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 、全く勉強法の知識がなかったんで、はいはいはい、そこから教えてもらえるっていうのがすごい良くて、はいはいはい、でも声に出すっていう内容やったんですけど、うん、簡単に言ったらそれもすごい僕に合ってて、もう今大学の英語の授業でもやっててよかったなって思うことがすごい多いですね。ちなみにさ、その2年間遅れてるわけやんか受験が。はい、で一回フリーターをやってね、はい、でもその中でさ、そのみんな勉強してたら情報収集とか学校からでもできるけど、うん、はいはいはい、その勉強し始めてさ、その情報収集どこでやってたんそれ？基本ネット、インターネットですね。まあ、YouTube 矢沢さんの動画もいっぱい見ましたし、ありがとうございます。これでも買ってもらえるようにしていきます。学びズムって YouTube チャンネル検索してください。はい、お願いします。お願いします。はい、でその中で、近代の、コンテンツを見たかな僕の。そうです、まあでもなんとなく近代っていうのはやっぱ一番耳にするなと、まあ、受験生してないながらにも思ってたんで、確かに、まあ、近代なんか受験みたいな感じで検索したら、はいはい、学びズムさんが出てきまして、ありがとうございます。近代はある程度絞った上で調べてました、はいはい、ちなみに僕と今日初めて会いましたよね。はい、初めましてです。どんな人ですか？どんな人ですか、はい、結構でも動画で拝見したまんまです、ね、あ、よかったです。はい、思ってたより老けてんなみたいな。いちょっと悲しんでもう今日寝れなかったです。多分いや、もうやっぱり声大きいなと。それは慣れてますから、カメラで撮られ慣れてますからね。はい、はい、ありがとうございます。じゃあゆいちゃんも、あ、ゆいちゃんはじゃあ、将来の夢じゃなくて、将来の夢、ごめんなさい、将来の夢次行きたいんですけど、さっきちゃんに聞きましょうか。はい、いいですか。はい、はい、お願いします。今新4回生で就活生というところもあるので、はい、その辺で多分その自己分析とかをやりますよね。それでいろんなことをやりますけど、まあ、まずそもそもごめん聞いていい、はい、近代ってその就活の応援とかってどんな感じなの？あ、うん、このアカデミックシアターの中にキャリアセンターっていうのがありまして、そこ の、 あの職員さんたちがすごいあのサポートしてくださって、はい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 、いろんな情報とかも大学からゲットできるんで、はい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 、近代は就職活動にも手厚いです。なるほど。、はい、大丈夫ですか、言わされてないですか？大丈夫です。後ろでお金もらったりしないですか？大丈夫ですか？大丈夫ですか？いや本当そうですよね。そうです、本当に。あの、まあ、このアカデミックシアターで今あのこうやってあの、ね、あのライブ配信させてもらってるんですけど、はい、そのアカデミックシアターのもう施設もすごいし、その中に入ってるコンテンツも見栄えだけじゃなくてすごくしっかりしてるし、そ う、 で、うん、でそういうところで、近代生は、就職活動で、悩んだりとかしたらそのアカデミックシアターに駆け込んで、いろいろ悩みを聞いてもらって解決してもらうという感じなんですね、はい、ちなみにじゃあそれは自己分析とかをやっていって将来の夢とかっていうのが決まっていくかなと思うんですが、はい、そういうところでなんか今悩んでたりとかすることもあるんじゃないでしょうか。どうですか？そうですね、はい、私は、はい、まあ、法学部に入って法律を勉強していく中で、うん、やっぱり難しくて嫌やなって思うこともあるんですけど、はい、でもやっぱり法律面白いなって思ってて、すごいそうですよ。僕は思わなかったんで大学生の時思わなかったんで、それを面白いなと思わせてくれる先生がいるってことですね。あ、そうですね、すごいね、先生面白いです、すごい、へ、はい、でそで法律の方につくか、はい、うんうん、で法律の知識、そこ、まあ、近代で学んだ法律の知識を さらにそう広げていって、はい、まあ、そういろんな人を助ける仕事に就くか、うん、ゆいちゃんと同じように私も近代ガールとして活動させてもらってて、はい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 、で
でそこで人前でパフォーマンスとかすることのすごい楽しさとか喜びとかを感じて、うんうん、そっちもやっぱりいいなっていうふうに思ってて今すっごい迷ってる段階なんです。なるほど、はい、これね多分ね僕ちょっと話していいですか、はい、あのね受験生とかも思ってると思うんですけど大人たちってその夢を持ちましょうとか、ねはい、すごく綺麗事を言うんですけど多分大学生になって大学生になったからといって夢が見つかるかって言ったら非常に難しいと思うんですね、うん、で就職活動に差し当たって自己分析をしていろいろ自分との対話をした上で、こういうふうに私はなりたいんだなとかっていうのも考えることがあると思うんですけど自分の夢は僕は職業で決めるべきではないと思うんですね、うん、はい。でこれで、ちょっとねゆいちゃんにも振りたいんですけどこの将来このねボードに書いてる、やつあらかじめある程度回答してもらってるんですよ。でその中で具体的に将来の夢がゆいちゃん決まってないと。はい、決まってないです、ね、決まってないんだけど人を笑顔にできるような仕事に絶対作って書いてるんですよでこれね僕素晴らしいと思ってて夢あるんですよ。あるんですか。ありますよ。夢とか自分がこうありたいという像はあるんですよね。だって人を笑顔にできる仕事だったら自分は何でも幸せってことじゃないですか。だって仕事で人を笑顔にするんじゃなくて人を笑顔にさせたいからこの仕事をするが正しいですよね。だから抽象度を上げていったら結局仕事で夢を語るより自分がどうありたいかで僕は夢を語った方がいいと思うんでもうあります。はい、ありがとうございます、はい、で受験生もそう思ってください。近大に行くのは何か自分がこうなりたいから近大に行くはずなんですよ。そうでしょ、みんなもそうだったよね、はいはい、だから近代に行くのは手段なんですよね。だからもっと先のこと、うん、でそしてそれは職業じゃなくていいから自分が僕だったら人の夢を叶える人になりたいってこれ17歳の時からもう今31ですけど変わってないんですけど、うんそれがあるからだからこの職業に就きたいだからこうなりたいっていうのがあるんですよ。でそういうようなでも17年18年も高校生で生きてたら結局ねそういう自分がこうやってる時楽しいなこうしてる時魂が震えるなみたいなのは絶対あると思うんで自己分析もすごく大変だと思うんですけどあ自分はこうしてたら楽しいよなっていうのが表現できる人の方が僕は素敵だなというふうに思いますのでぜひ、はい、参考にしてみてください。はい、はい、わかりました。はい、ありがとうございます。じゃあですね時間があと残り9分8分ぐらいとなりましたんで、ツイッターの質問であったり、チャット欄の質問に答えていきたいなというふうに思います。はい、じゃあまず一つ目の質問です。今までで最もワクワクした授業どんな授業ですかという、授業に具体的な授業に関する、質問なんですけど、はい、じゃあこれユーゴありそうなんでユーゴ聞きましょうか。そうですね、はい、最もワクワクした授業、はい、おもろかった面白い授業ってやっぱり先生がすごい面白いんですよ、うん、はい、大学の授業、はい、でその中で哲学の授業を哲学ですけど、はい、まあ、難しそうに聞こえるかもしれないんですけど、ね、あれね、だから経済学部やけど一般教養で取れる学、はい、やつやね。そうですね。なるほどなるほど。もう経済学だけじゃないもんね。はい、はい、で哲学はどう面白いんですか。はい、その先生がまず入ってまず初めになんか僕は24歳で大学に入りましたみたいな話から。おお、あ、自分のじゃあ経験と被るわけだあ、そうなんですよ、ちょっと被ってて、はいはい、でまあ今までその、まあ、その大学入るまで何してたかって話をしてくれたんですけど、はい、日本一周徒歩で回りましたって話を聞いたんですよ。でその中で四国回ってた時に一回ホームレスの方とすれ違って、はいはい、その時に、まあ、回ってたんでそんなちゃんとした格好してなかったんで仲間やと思われたらしくすごい意気投合して仲良くなって、はい、でまあ一旦別れて、はい、四国その一周してるんで先生は、はい、続いてぐるって回ってたら、はい、別の場所でもう一回そのホームレスの方とすれ違ってすごいなっていう話をしてたんですよ。はい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 、めちゃくちゃ面白いなと思ってこの授業絶対毎回来ようって思いましたね。その時なるほど、ちょっと先生がその学生を引き込むのがうまかったわけですね、はい、なるほど、素晴らしいですね。さっきも言ってたけど法律のことは俺全然自分がね学生の時やった時に興味を持てなかったから、うん、そういうの興味持てたりとか哲学だってさ難しいやん、うん、だって多分高校生に哲学って言っても哲学って何ってなると思うから確かに多くの子がね、はい、だからその中でその
学びへの関心の扉を開いてくれたっていうその先生は素晴らしい先生ですね、うん、なるほどありがとうございます。じゃあ、続いていきましょうか。はい、あのツイッターでですねハッシュタグ近代生質問というふうに、ハッシュタグつけてもらって、上げてもらったらその質問をピックアップして答えていってます。 YouTube のチャット欄でもいいので、そちらの方に、質問投稿どしどしお待ちしております。はい、お願いします、お願いします、はい、次面白いですね。近代通りで一番美味しいのどこですか？ご飯屋さん。ご飯屋さん。ご飯屋さんです。ちなみに近代生は近代通りでやっぱり近代通りをもう帰りは絶対通るっていう感じですか？そうでもない。多くはなんか飲み会するんだったら近代通り。そうですね。なるほど。そうですね。じゃあ知ってますね。じゃあ大丈夫ですね。じゃあナンバーワン一個一個聞いていきましょうか。かぶっても OK です。かぶっても OK です。はい、じゃあ、ゆいちゃんからいきましょうか。左側から、いきましょう。ゆいちゃん、おすすめは唐揚げの丼。唐揚げの丼なんか、はい、ご飯の上に唐揚げが乗ってて、はい、で、もう何がいいかって言ったら、はい、マヨネーズとソースとか海苔がかけ放題なんですよ、うん、なるほど。もう私はそれが魅力的やなって思いました。えぐいギャップやね一番この中で唐揚げ似合わへんからねごつんちゃうねん。あざと、あざといねん。唐揚げの丼。今めちゃめちゃ好感度上がってるから、インスタのフォロワー数めっちゃ上がってると思う。よろしくお願いします。営業すな。はい。で、唐揚げの丼であると。ちなみにそのメニューで一番おすすめは唐揚げ丼。唐揚げ丼。そのままやった、ね。プラス出てこへんかったね。はい、じゃあ、ゆうごに聞きましょうか。はい、僕は、ココロっていう混ぜそば屋さんなんですけど、うん、はい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 。そこが一番好きですね。はい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 。はい、何が、メニューはどれが美味しいんですか？メニュー、まあもう、台湾混ぜそばのお店なんで、はい、まずそれを食べてもらって、で、塩混ぜそばってやつもあるんですよ。はい。なんか台湾混ぜそばちょっと辛いんで、はい、辛いの苦手な人向け、はい、僕はそっちの方が好きで、しょっちゅう食べてます。なるほど、はい、ぜひ来てください。2回行かなダメですね。じゃあそうですね、混ぜそばと塩そばね、はい、食べに行かなダメですから。はい、じゃあさきちゃん。私、はい、あんまり実は近代通り通らないんです。そうなんや。そうなんですよ、はいはい、まあでもそれもね、リアルな意見ですからなんですけど、はい、まあ、たまに行くお店というか友達に連れて行ってもらったお店で、はい、キリンジの油そばが美味しくって、美味しいですね。なんか油にまみれてるそばってどういうことだと思って最初なんかもう大丈夫かなと思ってたんですけど、でも食べたらすっごい美味しくってやみつきになっちゃいます。なるほど、はい、大学生が喜ぶようなお店がたくさん近代通りにあるということ で、 そうですね、すごいですね。近代の中もすごいけど、もうそばにあるのも素晴らしいというところで、近代以外行く理由がなくなりました。はい、はい、またです、はい。それじゃあですね、最後にですね、受験生に、メッセージを、一人一人ちょっと送っていきたいなというふうに、思うんですけども、あ、ごめんなさい、新しく食堂が、はい、できたと僕聞いて、はい、僕は行ったことないんですけど、行きました。行きました。行きました。ちょっとどんなところか、じゃあさきちゃん教えてもらってもいいですか？ですね、はい、プロテイン、はい、プロテインが入ったメニューがたくさん揃ってる新食堂っていうのができまして、はい、で、まあ、スポーツとかでたくさん活動されているスポーツ生の皆さんとか学生さんとかが利用したりで、またそれ以外にも学生たちでタコパをできる、はい、ちょっとカウンターテーブルみたいなところに、はい、ちっちゃいたこ焼き器が並んでて、もう大学が用意してくれてるの。そうなんマジで、すげえな。みんなでたこ焼き続きながらおしゃべりしたりとかもできて、へえ、大学生が好きなことって言ったらボーリングとタコパイ、ね、間違いないですね。ボーリングとタコパイしてたらもう大学生もん ね、 もうそれはすごいな。なるほど、はい、他には他には他にはいいですか？もう一個いいですか？なんと近代中に31があります。最近ね、スタバとか入れてるライブ多くなってきましたけど、はいはい、それが31であったり、ね、CNN カフェとか、はい、もありますからね、めちゃめちゃ珍しい。アイス、アイス、アイス、めっちゃええ。授業の合間にあれやん、なんかクーポンとかよく来るやん。ありますね。大学でも使えんじゃん。
あ、それはあるな。なんで？そうなんや。サーティワンあるんいいね、はい。夏大行列ちゃうのそんな。あ、そうですね。あ、すごいな。なるほど。そういうような、いろんな施設があるということで、うん、じゃあ外だけじゃなくて中でももう素晴らしい食事が楽しめるという、はい、意外に大事ですからね。はい。意外にあんまりその大学選びの検討に高校生が入れるわけではないけど入ったらマジでありがたいってなるからね。うんうん、ね、そうですね。はい、じゃあ最後に、受験生にメッセージを、はい、じゃあゆいちゃんからお願いしていいですか。あ、はい、はい、もしの結果とかで落ち込むかもしれないし人と比べてなんかやばいなってなるかもしれないんですけど、うん、とりあえず自分に勝ってください。頑張れる頑張れるよ。こんな女子大生に高校生言われたら頑張れるからみんな、ね、はい、ありがとうございます。ヨウ君。はい、まあ、僕結構メンタルが弱い方なんで、はい、もう頑張れって言われても頑張れない人向けに、はい、人のせいにしましょう。おー、たまには新しい。なるほど、うん、自己責任ではなくて、はい、その自分のメンタルを保つために手段として人のせいにする。そうなんです。とにかく頑張ろうだけがなんかモチベーションの維持だけじゃないと思うんで。確かに。たまにはちょっと落ち込んでもいいんで、八つ当たりしてもいいんで、まあ、継続することが大事かなと。いや、はい、優しいですね。優しいです。ありがとうございます。それではさきちゃん。はい、じゃあ2人が、今の高校生、今勉強されてる高校生に向けてのメッセージだったんで、はい、私は皆さんがもう近大に入学されたとしてお伝えメッセージを、はい、伝えます。はい、まあ、入ってからもうたくさん悩むこととかあると思います。私も今進路ですごい悩んでてもうどうしようかなって なってるんですけど、まあ、その悩みができたのも、まあ、近大のいろんなそのなんでしょう、うん、サポートとか、うん、まあね、そういうのがあってのことなんですけど、うん、でもなんでしょう、うん、まあとにかく楽しむことが一番大事ですし、うん、でいろんなことにチャレンジして頑張ってほしいです。はい、ないないっす。まあ、大学受験がね人生の全てではないですけど、うん、ね、まあ、ここ頑張ったらこんな楽しいキャンパスライフが、待ってるっていうことは皆さんに今回、はい、お伝えできたんじゃないでしょうか。はい、ちなみにですね、今回コロナでこういう形ですけど7、8、9月もオープンキャンパスやりますよね。はい、はい、そこはお手伝いもちろんです。キャンパスツアーするんでキャンパスツアーしますよね。来てください。そこやったら来てもらった方がもちろん、まあ、もうライブでも伝えれたけど来てもらった方がね、はい、もちろんね、いいところは伝えれると思うんで、経済学部のところに、ね、来てください。はい、経済学部に行って会えますから、はい、ね、それまでにコロナが収束していることは僕はもう本当に願うばかりだと、いうことでございます。あとですね、1時半、もうこれで終わりなんですけど、インスタライブでですね、近畿大学の公式のインスタのアカウントでですね、学生たちが、みんなをこうなんていうの、連れて行かれへんから、連れて行かれへんからインスタライブを使ってここの学部こんなんだよとかあんなんだよこんなキャンパスだよっていうのを今ちょうどやってくれてるというところで、ぜひその、オフィシャルのアカウントを見に行ってください。あとは続いて30分後ぐらいに、僕からですね、近大の英語勉強法、多分この春の段階で何から始めるのが一番効率的かわからないっていう子が多いかなと思いますので、そこら辺を解決できるような話をしたいと思います。それでは、今回、近大の、You は何しに近大へという企画でございました。皆さんありがとうございました。ありがとうございました。近大ユニバーシティ。